まずこの飛びは見えている。これはカウンターになって迎撃だ。下段から前ジャンプで飛び込んだ。これは当たらない。隙が生まれます。どうなる。プレイヤー2、このガナイハ、さあこれは痛いぞ。やめんなよ。これは SA 選択、攻めていった。全てのゲージを使った。ここで大きく勝負に出るか。ここは SA を選択。さあドライブ、ゲージは少なくなってきた。プレイヤー2、丁寧に壁のチャンスを。ここでバーンアウトしました。反力が問われる状況。ジャンプ迎撃、対空でフィニッシュ。プレイヤー2、大接戦の末勝ちをもぎ取った。さあ勝つのはどちらか、どんな展開になるのか、いよいよ試合が始まります。さあ試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。飛びをガードして、さあまだダメージトレードはわずか。どこから試合は動き出すか。ダメージをどこから与えるか探りを入れていきます。ここは投げを選択。プレイヤー1、相手を壁に押し付けていきます。壁に追い詰める時間を稼いでダメージチャンスを増やしていきます。さあチャージしつつ攻めの起点を作ります。ジャンプから仕掛けていきました。相手の隙を狙って積極的にジャンプ攻撃を仕掛けて大ダメージチャンスを作ります。プレイヤー2、壁をうまく利用して柵を通していきます。ここでパニッシュカウンターで見事 KO。 気持ちで勝ちに行く勢いです。プレイヤー21本取って1対0。このまま波に乗っていけるか。さあお互い手の内は見えてきた頃か。このラウンドはどう出るか。プレイヤー2、さあ追い詰めました。壁際を続けることで選択肢を迫り続けます。さあカウンターが決まりました。追加ダメージを入れます。壁際の攻防が激しいぞ。壁際の奪い合いとなるか。 SA ゲージが互いの抑止になる難しい状況が続きます。中足インパクトで押し込む。ラッシュで前に出る。プレイヤー1、壁のプレッシャーをうまく使っていきたい。画面端を継続することで大きなチャンスにもなりそう。投げが決まった。プレイヤー、ゲージを使いましたが通りませんでした。ここで投げに行った。体力差は多少あるが、さあドライブ、ゲージは少なくなってきた。頭上から行く。両者守るより攻めの姿勢が出ています。飛びは落とした。プレイヤー1、勝負あり、 KO になりました。さあ1本返してマッチポイント。両者互角の勝負だ。さあこれは痛いぞ。ここは流水脚、チャージを優先。プレイヤー1、インファイトの殴り合いを制して次のラウンドはどう動くか。立ち上がりの展開どう作っていくか。うまく投げを通した。どう崩す。さあドライブから空波ラッシュで前に出る。一気に前を詰める。相手のリズムを乱すか。インパクトは受け止めて。プレイヤー1、ここでバーンアウトしました。プレイヤー1、ラッシュして、ここはダメージ重視の選択。さあどうだ。プレイヤー1、ここはナイスガード。プレイヤー2、頭上から行く。前ジャンプで飛び込んだ。ドライブラッシュ、この水拳からなんと SA 発動している。どうだ。この大技は、これは下段が噛み合いました。プレイヤー2、しっかりと勝ち切りました。